すね。後で見せます。スカイウィーナー、スカイウィーナーを作りました。まあ何かは後で紹介しますから、あっち見ますか、なんか変なもの。はい、あそこに行って、まあ、戦います。上に行った後を紹介して戦うルールを言って、まあ一回戦って、まあ、勝負して終わりにします。はい、行きましょう。では行きます。ここはまあ次の時なんかとりあえずなんかします。泳いでいくと、だいたい久しぶりかな。まずはここです。ここはこの本取って、まあ誰が何月何日で誰が勝ったか書く、まあ、ノートのものです。ノートみたいなもの。ここ僕のベッド。ここはこの人、パンチしていいですか。はい、この人、この人、この人。はい、ここは作業台です。ここはノートで、これはまあ、カエルドアです。そして、ここちょっとまあ、入り口。はい、入り口。いや、一回ここ紹介します。ここはまあ、次から新しいルールをしたとき、一人対一つのモブで戦うとき、もう一人はここに立って、まあ、勝負を見ます。はい。落ちると大変。はい、じゃあ、降りて。これ、まあ、襲撃のときにもらうでしょ、これ。襲撃のとき。このなんとかはまあ考えなくていいんです。はい、ここはまあ殴り合いとか勝負したりするところ、メインのところか。競技場。そしてまあ大体終わった。はい、終わりました。今度はちょっと短くしますから。ルール説明します。はい、ルールは一戦目は殴り合いを一回して、まあ、拳で戦って誰か勝ったら、まあ、ノートに書きます。死ぬまで戦います。死ぬまで。はい、じゃあまずレイ。レイ。はい。はい。用意ドン。
敵だ。あの今持ってたのは鉄防具ですからちょっと。はい、後で返します。はい、じゃあ、あの、はい、あ、誰が書きますか。はい、書く、僕は書くの。あ、いや、私書きます。うん、僕書くのはあんまり上手じゃない。私も、もう、あと少しで見てください。うん、まあ、この人、あと一発僕が殴ったら、本当僕の勝ちだったんです。はい、この人の鉄装備はこの人持ってます。はい、じゃあちょっと待って、取って開いて、うん、書きますね。はい、ここで、まあ、鉄3回かな、うん、あ、ここの模様はまあ、あの、あそこにいる人、これが一番好きでした。僕だったらこれかな。なんだかすごいでしょ、こうやって見た。鉄の時、夜になるかもしれません。はい、あの防具、防具とかがここの箱の中に入れますね。剣で一緒に戦う。こんな感じ。勝負の気分が舞い上がったぞ。あ、ちょっと私まだまだ、食料。そう、まだ食べ、はい、もう少し待ってください。キングロックってまあ硬いんですよね。素手だった。の簡単だ。ああ、パスとこだった。いや、鉄の方が硬い。はい、よし、はい、じゃあまずレイ。レイ、なんか顔が縦に潜り込む。はい、じゃあ用意、ドン。回復しますね。やばかった。もうこんぐらい。あと少し。見える？見えます、ね。もうフラフラになってる。次が夜の戦い。うん、夜にして、夜で2回勝負した後、はい、結果。ポーション作れる、あの赤いものあるでしょ、はい、あれがあればもうポーション作れるんだけど、ない、今まだない、今は、まあ、ポーションがあったらもうすぐ回復できるんだろうね。はい、まあ、間違えて毒のポーションを自分が自分に投げたら、はい、あ、じゃあ。Thank you.
最後の質問、最後の最後は、動画の最後、ちょっと、はい、今日はもうメインも今日のメインは説明だから。